はい、じゃあデルラン選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。イケメンだね。本当に。オブリガード、オブリガード。まあまずあの大分トリニータを選んだ理由をね、ちょっと聞かせてほしいんですけど。Surgiu a oportunidade de vir para cá e fiquei muito feliz, assim, muito motivado. É, vim conhecer o Japão, conhecer a cultura, o futebol japonês. E era um sonho meu desde criança poder jogar fora do Brasil. E estou podendo realizar aqui no Japão. Fico muito feliz de estar aqui e espero poder fazer minha carreira aqui no Japão. Uma coisa, deixa eu. Agora é dinheiro também, né? Não. Ó. Amor, amor. Amor, amor, amor. まあ、あとはじゃあ今年のね、個人の目標。Esse ano, somente esse ano. Esse ano é tentar jogar o máximo de jogos possível, se possível jogar todos os jogos. Vou trabalhar muito para isso, para estar sempre apto a jogar, né? Sempre bem fisicamente, tecnicamente, psicologicamente para jogar. E espero subir com o time, subir para G1. E fazer um bom campeonato aí, entrar para a história do clube, porque um título ou um acesso com o clube é de suma importância e entra para a história do clube. Isso é bom demais para a carreira do jogador. Vou dar de cara. Set play de 5 gols. 5 gols, né? Bola parada esse ano, tá bom? 10. Obrigado, Spas. Ui! Vamos buscar. Vamos buscar. Cruzar a bola boa pra mim. Beleza, combinado. Saigo, né? Fã, suporta, né? 10 gols. Não tem como mudar, né? Fã, suporta. Vai, não. Difícil até pra atacante. Cato, shimasen. De sarigue ni utsuru na. Mas o máximo que eu puder fazer, vou fazer. Já, saigo, né? Fã, suporta. Uma palavra pro torcedor aí. Olá a todos, torcedores. Fico muito feliz de estar aqui, muito honrado em vestir essa camisa. Espero que não esteja fazendo graça, mas espero que tenhamos um grande ano aí pela frente. Vou sempre dar meu melhor para ajudar a equipe, ajudar meus companheiros, que a gente possa conseguir esse título, esse acesso aí tão esperado. Obrigado. してきたんですけど、まあ、大分を選んだ理由をね、ちょっと聞きたいんですけど。そうですね、やっぱもともと自分の売りが足元の技術の生かしたビルドアップでしたし、そういうサッカーが好きっていうのがあって、で、まあ、大学ぐらいの時から見てたトリニータのサッカーがそういうサッカーでずっと魅力的だなと思っていて、で、オファーがもらえたので、決めました。いや嬉しいね。やっぱり足元の技術練習から見てるけど高いんで、やっぱり大分にサッカーに合ってるのかなっていうのはね感じるんでね。ちょっとまあ高木選手とかいろんな選手いると思うんですけど、そこはやっぱり競争だと思うんで頑張っていただきたいと思いますね。けどなんか今日なんかちょっとキャラ作ってませんか？レジェンドの前で緊張してます。絶対嘘やろ。本当に本当に。今何歳？今28になります。新田と同い年なんで。ああそうか、はい、じゃあギリ俺のことも知ってるってことね。めちゃめちゃ知ってます。自分小学校の時フィールドで中学、うん、まあフィールドでずっと育ってきて、うん、フォワードとかやってたんで、うんうん、すごい憧れてました。本当に？Jリーグチップスのカード、うん、昔なんかこう、うん、あったな、ついてたじゃないですか。 あったな。あれこうやって触って硬かったらキラカードだったんですよ。このキラカードでレジェンドが出てきた時の嬉しさが今インタビュー受けてるなんて。マジで？多分家10個帰ったらあるんじゃないかなってぐらいですね。本当嬉しいけど、そのキラカードを当てるそのなんていうかな、分かりぐらいって初めて知ったわ。硬かったらキラカードやった。昔はそうなんですよ。でもなんかそれがなしになったんですよ、多分みんなキラ、みんなこうやるから分かっちゃって、はい、ああ改善したんだ、そのメーカーっていうかそのね、あっちも。へえ。じゃあ最後にファンサポーターに一言お願いします。はい、ブラブリッツ秋田より加入しました荒井義明です。自分の持ち味を十分に発揮し、高さや守備範囲の広さを生かして、無失点の試合を作っていきたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。いいですか？もう言うことないですか？ユニフォーム買ってください。おお、いいね。はい、待った。いっちゃいっちゃう。どんどんアピールして、グッズ買ってください。おーしょー、皆さん荒井選手応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。頑張ってね。はい、ありがとうございました。はい、池田選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。インタビュー苦手なんだって？そうですね。話すのはあんま得意じゃない。
元気出していこう。でまずはね、大分をね選んだ理由をね聞かせてほしいんですけど。まあボールを持つっていう、自分たちがボールを持って主体的に動かすっていうチームはすごい自分は好きで、まあ琉球も一応そういうのをやろうという感じではやってたんですけど、まあ大分の方が1枚も2枚も上手でみんなすごい上手ですし、そういうチームで自分がプレーしたいなっていうのと、そういうところでプレーしてもっとチーム選手として成長したいなっていうのがあったんで選びましたというか、もう分かりやすいね、まあ、大分で本当にもっと上手くなりたい、で自分に合った好きなチームだから、まあ、大分で来たっていうことですね。どうですか、やっぱり沖縄琉球とはやっぱり違いありますか今。そうですね、まあ、やっぱり一人一人の、意識とか意識の高さとか、本当に J1 昇格を狙ってるっていうふうにみんな一人一人そういうふうに感じるので、まあ、そういう意味では毎日練習からすごく意識高くやれてると思いますし、そういう部分ではすごくなんか自分の刺激になるというか、もっと頑張らないとなっていうふうには思ってますね。いつもこんな感じを淡々とした話し方なの？そうですね。本当、まあ、まだ俺も初めてだから分かんないけど、おなんかいいねなんかいないタイプっていうか大分に、本当にもうなんかふざけた、さっきも野村が来たけどなんかふざけてくるやつとかやつが多いのよ。池田選手こういうタイプだったらまたね、いろんな選手タイプがいて知らないと思うんでね、視聴者の方は。じゃあ最後にファンサポーターの方に一言お願いします。そうですね、まあチームとしては J1 昇格っていうのを目標にやってるので、まあ、あと1万人っていうのもあるので、まあ、ぜひスタジアムに足を運んで見に来てほしいですし、そういう人たちを喜ばせられるように勝つことがやっぱり大事だと思うので、絶対に J1 昇格できるように頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いします。よいしょ、池田選手でした。ありがとうございました。こういう感じなんですね。元気出してよ、こういう感じなんですね。こんな感じや大丈夫、また出てな、いや、まあ嫌がるなよ、わかった